ぞ。抜き切どっかで見たことあるような。こっちだ。あいつは肉！うわっ！くそー！俺のもの！ちょっと無茶するからよ。その後のことは頼む。って食い物なのか。おいら知らなかった。ドラゴンって珍しい生き物だと思ってたけど、案外どこにでもいるもんだな。じゃあサンジもいねえし、その辺の火で炙って。あ、俺の肉がねえ。どこだ俺の肉。なんかあれだ。そう、誰かが持ってっちまったんだ。どんなやつだ。なんかシュロロロ言ってたような。あいつだな、肉泥棒。ちくしょい。しっしっし。敵だ、ぶっ潰せ。そこだ！
よく来たな麦わら。今こそ世界一の科学者である俺の。ドラゴンの肉を盗んだのはお前か。相変わらず理解不能だなゴム野郎。ドラゴンの肉ってなんだ。普通は仲間を誘拐されたことに怒るもんじゃねえのか。あ、そうか。あいつらをさらったのはお前か。どうしたんだお前ら。いつの間にか寝ちまってたみてえだな。お前らさらわれたんだってよ。しっしっし。さらわれた？何の冗談だ。俺たちは一旦船に戻ってコックの飯を食ったら眠くなって。ん？どこだここは。だからさらわれたって言ってんだ。他の連中はどうした。だから
さらわれたって言ってんだ。もういいよ、オイラが説明する。なに、仲間の一大事じゃねえか。早く探しに行くぞ、おめえら。敵にさらわれただと？何やってんだ、あのバカコック。いや、だからお前らもさらわれたんだぞ。なに、はあ、大丈夫かな、こいつら。